こんばんは、徳です。今日は SSD のお話をしたいと思います。いわゆる中華 SSD と言われる、結構 Amazon とか他のネットショップで最近出てきたすごく値段の安い、中華製の SSD ですね。それについてのちょっとお話です。パソコン用にとか、プレイステーション4の、感想用に、すごく値段の安い中華 SSD を買われる方いらっしゃると思うんですが、ちょっとそれについて、あんまり中華 SSD は良くないんじゃないかっていう、ちょっと批判的な動画になります。一応その理由もですね、兼ねてちょっとご説明したいなと、今回は思っております。個人的に中華 SSD を買わない方がいいんじゃないかなと思う理由は3つあります。その1、何度メモリ5ミリ枠。その2、キャッシュが非搭載。その3、そんなものを買わなくても最近は信頼できるメーカーから結構安いものが出ているっていう、この3つの理由ですね。まず SSD がどういうものなのかっていうのをおさらいしますと、一応3つの部分から構成されています。大きく3つの部分から。1つは、コントローラー、そして NAND フラッシュメモリー、そして3番目にキャッシュ。この3つが1つのパッケージの中に入って、SSD というものが製品化されています。厳密には違うんですが、一番イメージしやすい感じで言うと、厳密は違いますが、コントローラーがいわゆる CPU で、そして NAND フラッシュメモリーがハードディスク、そして3番目のキャッシュっていうのはいわゆる、メモリーですね。自作 PC とかにも搭載されているメモリーですね。厳密には役割は少し違うんですが、基本的にイメージ一番しやすいんじゃないかなと思います。一応中華 SSD の中身を見てみたかったので、今回買いました。レイノーですかね。 読み方全く分かんないですよね。 これなんて読むんですかね、会社これ。早急レイノーですかね。早急こう、みたいな。 ちょっと分かんないですけどね。なんか中国の SSD って、SSD だけじゃないんですけど、なんでこんな虎とか竜とかダサいの多いですよね。 もうちょっとなんかシンプルなデザインとかの方がかっこいいなと思うんですけど、なんか中国人って多分派手なの好きなんですね。パッケージは、もう北京語僕はわからないんで、なんか面白い情報があるかな。一応、保証とかも特に書いてないんですね。保証とか書いてなくて、もう何も書いてないですね。上から読んでいくと、ハイスピードトランスミッション。超ハイスピードでデータやり取りできますよ。で、2番目、ローパワーコンサプション。これはもう超低電圧ですね。ゼロノイズ。ゼロノイズ、これ当たり前やろって話です。で、ハイパフォーマンス、プライスレシオ。プライスレシオって何？ハイパフォーマンスプライスレシオ。だから、コストがすごく安いですよってこと。これはね、確かに安い。一番初めの理由として挙げた NAND フラッシュメモリーですね。これがちょっと、去年炎上したっていうことなんですけど、一体どういう内容だったかっていうと、NAND フラッシュメモリーっていう、いわゆるデータを書き込む部分のパーツが、基板の上に乗ってるんですけども、いわゆるパッケージされるんですけども、そこにインテルのマークが書いてるんですね。要はメーカーさんは、それをインテルのチップが載ってるとして販売してるわけなんですけども、実際にそのインテルのマークが、少し線の幅が違うんじゃないかとか、なんか適当に書いたような感じがするっていうことで、ちょっと炎上してましたね。なんか初め、確かツイッターの人かなんかが分解してリークしたんですかね。それが発端で、去年の夏ぐらいからですね、かなり炎上して、結構お店とかで扱ってたお店とかもうですね、販売を中心したりとか、あと最終的にドスパラさんがオリジナルブランドとして出してる SSD も中身はそういうの使ってるんじゃないかっていうことで、販売中心になってたりしてましたね。で、これがなぜそこまで大きく炎上してしまったかっていうと、インテルが例えばその NAND フラッシュメモリっていうのは、これインテルだけじゃないんですけど、作る時に検査っていうのをしますよね。これ CPU とかマザーとかもそうなんですけど、耐久性能を試したり、例えば熱にどれだけ耐えれるかとか、書き換え回数どこまで速度が出るかとか、
書き換え回数とか書き換え速度とかどこまで性能が出るかっていうのをきちんとテストしてから、クリアしたものだけを一応流通させるっていうのが基本的に、まあ、各パーツそうですよね。でもこの何度フラッシュメモリーの型番とかシリアルを探ってみると、もしかしたら何らか不具合があって、ゴミ箱に捨てられたものなんじゃないかっていうふうに言われたのが、これが発端になってるんですね。で結果的にそれが載ってるっていうことは、まあ、中国の企業がそれをどこからか横流しして、まあ、いわゆるゴミ箱から拾ってきた何度メモリーを基盤に載せて低価格で販売してるんじゃないかっていう非常に信用問題に関わってくるようなことですよね。なんか、まあ、それが炎上した理由ですね。まあ、値段が非常に安いんで多分安く作ってる理由っていうのはあると思うんで、まあ、もしかしたらそういういわゆるゴミ難度を使ってるんで安く作られてるんじゃないかっていうのがその当時の見解ですね。まあ、でこれについては、まあ、代理店さんが否定しているので基本的には、まあ、販売代理店はまあそういうことは絶対してませんよって言ってましたね。我々の信用を落とすためにライバルをやってるんだって言ってましたからね。すごいもう口調のねちょっと文面で書いてたんですけど、なんで基本的にはもう意見が対立しているのでもう分からないってグレーっていう形、まあ多分黒に近いグレーっていう形だと思います。でなんで基本的に僕はもうなんていうんですか、信用で大事だと思うんで、まあ、こういう信用問題に関わってくるようなちょっと良くない情報が出てきた段階でちょっと去ってた方がいいんじゃないかなっていうのがこの理由の一つですね。で一応その当時に怪しいとされてた各メーカーの名前がなんか出てるんですけど、一応持ってきます。もしお持ちでしたらメルカリに売りましょう。なんてね。で一番心苦しいのがなんかメルカリとかでダイナブック買いましたよって言ってる人がなんかレビューでなんかブログかなんか作ってたんですけど書いてたんですけど、でそれなんかハードディスク当ててみたらもう思いっきりなんか中華のなんかドラゴンの絵描いた怪しい SSD が入ってたりとかしまう、もう絶対これ捕まされてるやんみたいなのがあって、なんかちょっとねすごいそういうの見ると心苦しいんですけどね。はい、まあ、でも自作とかする人じゃないと多分見た目わかんないですよね、それが一般的に流通してる商品なのかどうかってね。やっぱりだから値段がまあ今は最近落ち着いてきたんですけども、まあそういう古い、パソコンにまあめちゃくちゃ安い大容量のその中華 SSD を入れて、まあ、販売して差額で儲けるっていうようなのをしてる人が、まあ、たくさんいた。今もおるか分かんないですけど、まあ、当時はなんかそういう記事がいっぱいありましたね。はい、でその信用性のない何度メモリーが入ってる時点でやっぱ買いたくないっていうのは、何度メモリーってすごい大切で大切なデータが入ってる場所なんで、そういう信用できない分からないものに自分たちのデータって買って書き込みたくないですよねっていうのが理由ですね。これがもう本当に一番大きい理由になってしまいます。であとの2つの理由に関してはちょっとさらっと言ってしまいます。キャッシュレスなんですが、さっき一番初めに言ったキャッシュっていうパーツは実はこれは削減することができます。基板上に載ってるそのキャッシュっていう部分が、まあ、載ってる商品が基本多いです。特に高品質な SSD は絶対キャッシュは載ってるんですけども、キャッシュっていうのはなくすことができるんです。でキャッシュっていうのはどういう役割をしてるかっていうと、基本的にはそれぞれの、まあ、どこに情報が入ってるかっていういわゆるインデックスのようなものがと記憶されている部分ですね。例えば NAND フラッシュメモリーの中でこのデータここにあるよとかっていうのを一応情報がある方が、まあ、データが探しやすいと。なので基本的にそのキャッシュっていうのが あるお金で速度が速くなるって、特に速くなる部分っていうのはランダムが速くなるので、例えば、そうですね、キャッシュの入ってないような SSD を買って、一般的にですよ、で一般的にそれに、まあ、システムをインストールしている場合は、まあ、最悪の場合いわゆるプチフリーですね、プチフリーズが起こったりとかシステムが遅くなったりとかそういうことが起こる可能性があるので、できればキャッシュがあるものを選んだ方がいい。でなんでキャッシュをなくすかっていうと、まあ、キャッシュ高いからですね。中華 SSD は本当価格で勝負をしてめちゃくちゃ安く販売しているので、キャッシュを載せる余裕がない。なのでキャッシュを削減しているという形です。まあ別にそのキャッシュがない、いわゆるキャッシュレス SSD は中華 SSD に限ったものではないです。で、これが次の理由につながるんですけども、3番目の理由につながるんですが、3番目は、最近は中華 SSD 以外でも信用できるメーカーからめちゃくちゃ安いSSD ができているので、そっちを買った方がいいんじゃないかっていう個人的な
理由ですね。で、一つ、まあ、僕のおすすめの商品名を出してみると、これ BX500 シリーズ。これはクルーシャルっていう僕の結構好きなメーカーなんですけども、この BX500 シリーズもクルーシャルの低価格モデルなんですが、低価格の理由としては、キャッシュレスなんです。そのさっき言ったキャッシュっていうのは入ってないので、基本的に低価格で提供された。でも、メーカーが非常に信用もあるし、おそらくこの会社がそういうゴミ箱から拾ってきた何のメモリーを使ってるかってそれはないと思うのと、あと、まあ、コントローラーがこれ、まあ、入っているコントローラーがもともとそのキャッシュレスの SSD に最適化されている、キャッシュがなくても非常に速度を、まあ、速い処理ができるんですよっていうのが搭載されているので、まあ、基本的に安心、性能の面でも安心できますよねっていう形ですね。せっかく SSD 手に入れたので中身を開けて確認してみたいなと思います。 2.5 インチの SSD を中開けるとすごいスペースが余ってて、なんかちょっとしょぼい感じがしますよね。乗っている NAND フラッシュメモリーは ST ハイニックスでしたね。まあこれインテルのロゴとか書いてたらちょっと面白いかなと思って期待してたんですけど残念でした。あとコントローラーは型番から検索してみるとシリコンモーション製らしいです。もしパソコン詳しい人がいたらこの辺りの情報をいただきたいなと思ってます。とりあえずベンチマーク回してみましょう。開ける前にやっとけよって話ですよね。やりました。値段の割にはいいんじゃないでしょうか。あんまり予算がなくて安い SSD を探してる人は僕はもう BX500 シリーズでいいんじゃないかなと個人的には思っていますね。と BX500 シリーズすごい安いですよね。まあ、個人的にクルーシャルすごい好きなんですけども、BX500 本当に安くて、こういう中華の SSD と比べてもものによってはもう500円かね、容量によるんですけど、もちろん500円かちょっとぐらいしか変わらないんで、実際まあやっぱり中華 SSD はもう買う必要はないと思います。まあ、もし時間があれば他の動画とかで、まあ一応個人的なおすすめの SSD と、まああとそうですね、スペックも隔ててちょっとご紹介とかできたらなと思ってますので、よければまたご視聴ください。